うわ、なんだこれ。あ、女の子じゃないこれ。やべえやべえ、ついにヒロインか。男かよ、男かよ、お前なんだよ。大人も子供もお姉さんもごきげんよう。ゴールド。はい、ということで、今回ね、タイトルの通りメタルファイト 3DS を、実況していきたいなと思うわけですよ。でね、今回このメタベイ 3DS やるにあたって Twitter でね、このメタベイ 3DS ね、やってみたいんだけどどうかなって聞いたら、たくさんのね、フォロワーの方からやってほしいですっていう意見をいただきまして、で、今回やることにしました。でね、僕結構 Twitter で、リプとか返したりとか、そういう質問をしたりとかあるんで、ぜひともね、まだ僕の Twitter ね、フォローしてない人がいたら、ここに Twitter のね、アカウント載せとくんで、ぜひともね、Twitter のフォローお願いいたします。ね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。で、今回はこちらの限定パッケージ買って、ここにね、サムライペガシスっていうね、なんか限定ベイブレード。なんか普通のやつの色違いなのかな？これがついてきました。で、中身はこんな感じ。ね、ゲームソフトと、このサムライペガシス。これかっこいいよね。ただ僕、メタルファイト世代じゃないんで、今回はね、これでメタルファイトを勉強しようかなっていうのと、あとね、メタルファイトのね、師匠たちが、たくさん僕の視聴者にはいるんで、もう師匠たち、ぜひともね、コメントで、いろんな情報をね、書き込んでください。ね、知った激励からね、いろいろと参考になるね、こういう組み方とかまでね、全部教えていただけたらなと思います。でね、バクテン世代とか、ベイバ世代の人たちも、ぜひともね、僕と一緒にこのメタルファイト、ベイブレードを覚えていきましょう。ということでね、早速ゲーム画面に移りたいなと思います。はい、ということで、メタルファイト、ベイブレード 4D0G アルティメットトーナメントをやっていきましょう。で、軽快な音とともにスタートいたしますよ。ゲームスタート。名前を入力してください。あ、名前始まった。ね、コアラちゃんだっけな。俺、あんたコアラだったっけ？じゃあコアラにしとこうか。じゃあコアラで。ね、なんかちっちゃいな、文字が。文字の表示がちっちゃいな。え、なにこれ？ 4D ストーリーモード。0G ストーリーモード。嘘、待って、わかんないんだけど。50ターン以内にとか40ターン以内にとかなんか制限あんだ。まずはこの 4D の方でいいかな。ブレイダー DJ、メタルファイトベイブレード 4D0G アルティメットトーナメントの世界へようこそ。ね、ブレイダー DJ ね、頭どうなってんだよ、バンダナ。ね、バンダナの上に眉毛かかってんぞ、それ。眉毛どんだけぶっといんだよ。ねえ、なんかすげえキラキラしてんな、こいつ。純粋そうだな。俺はブレイダー DJ、よろしく。ね、どっちなんだよ。ブレイダーなのか DJ なのかどっちなんだよ、お前は。それじゃあいよいよスタートだ。まずは公園に向かってくれ。公園か。公園に向かってくれってなんかな。公園向かわなきゃいけないんだ。あ、下画面から行けるとこ選べんだね。行き先を選択してください。あ、公園。これ押せばいいのか。公園に行きますか。あ、なんかシルエット出てるよ。すげえシルエット。ベジータじゃねえの。ベジータじゃないこれ。ん？初めて見る顔だな。なんか基本的にこのさ、乙女ゲーみたいなさ、感じの何この恋愛ゲームみたいな。お前もブレーダーなのか。うん、ブレーダーだよ。俺は鋼銀河。お前の名前を教えてくれ。しかもよく見たらこいつのバンダナっぽいやつ何なんだよこれ。ね、横から髪の毛出てるから、バンダナではないんだろうな。だからなんか、冷えピタみたいな。冷えピタみたいな感じで頭ペタって張ってんだろうな、これな。ベイのシュート方法について教えてほしいだって。しょうがねえな。言ってねえから。何、心読んだのかな。怖え、怖え、怖え。ああ、これカウントダウン中に本体を傾けてシュート位置を狙ってくれ。え、そんな感じなの？ストリングを引くイメージで合図と同時に本体を手前に行くとシュートできるぜ。すんげえめんどくせえじゃん。これ、ちょっと実況的にはすげえめんどくせえじゃん。じゃあやるか。お、かっこいい。ギャラクシーペガシスだって。ほら、これこれこれ。あ、これかっこいいね。アタックすげえ高え。スタミナほぼねえな。でもこれすごいかっこいいね。カメラの向きをリセットします。3DS 本体を静止させてください。ダリーこれ。あ、これでいいのかな。おお、すげえ。俺今これ動かしてんだよ。すげえね。ああ、ええ、待って、シュート倒す。弱っ。マジかよ。全然シュートできなかったわ。もう始まってたんかい。すんげえヒョロヒョロじゃん。低速ってレベルじゃなかったぞ。だって引いてねえもん。た落としただけだよ、ポドって。スリープアウト、ユーウィン。え、俺勝ったの？嘘。あ、俺が勝ってたの？なんだったの、今のは。あいつ手抜いたな。お前強いな。いえ、俺が強いんじゃねえ。お前が弱いんだよ、それは。さすがに。あれ、やばいって。
じゃあ、この辺これ、次、コナンじゃないのこれ、名探偵コナンでしょこれ、多分、ね、シルエット的に。どうね、いろんなキャラクター出てきてるの。なんだこいつは、ユミヤ・ケンタっていうのかなこれ。ね、目でかくねえこれ、これ。顔の比率に対して目の比率がすげえでかいぞ、これ。どんな目してんだよ。ホコリとかめっちゃ入んだろうな。君もブレイダーなんだよね。僕とベイバトルやろうよ。ね、もう構えてんじゃん。もうやる気満々じゃねえかよ。ゴーシュー！お、いいんじゃん。あ、でもちょっと遅かったか。俺どっち？色。俺これ、あ、キラーボール。お、やられたか。今やられたのかな。うわー、すげえ。一瞬でやれたな。なんかよくわかんないうちにやられたな。あー、負けちゃったよ。スタジアムアウト。ねえ、オーバーフィニッシュさせられちゃったな。そういえば言い忘れたけど、何？ベイのタイプとシュート位置が一致すると。ベイがパワーアップするとか、いいことがあるからね。こいつ隠してやがったよ。そんな重要な情報を。隠してんじゃねえよ。じゃあ次は広場に行ってみてね。なんかすげえたらい回しにされてんな。うわ、なんだこれ。あ、女の子じゃないこれ。やべえやべえ、ついにヒロインか？男かよ。男かよ、お前。なんだよ。女かと思ったわ。俺のドキドキ返せよ。誰よ、お前は。銀河から話は聞いている。なかなか見どころのあるブレイダーらしいな。俺の名前は大鳥翼。君と同じブレイダーだ。そうか。お前もやる気か。お前もやる気か。お前ら本当、やべえな。好戦的だな。アースアクイラ。おぉ、すげえ。あ、鳥だ。あ、俺これ持ってんな。スタミナタイプか。うわぁ。ごしゅっ！あー、遅いの？うっそう。すんげえなんか見づらいな。どっち？俺。あ、回ってる方かな。あ、アタックしろ、アタックしろ。技とかないんだ、このゲーム。そうなんだ。ちょっと見てるだけしかできねえのが。頑張れ。当たれ。お、当たった。いい、あ、嘘、マジかよ。軽いな、キラーボルフ。あー、強いじゃん。負けてばっかなんだけど。あ、次は最後。まあ、今回はね、この最後までやっていこうかな。広場。次は広場行ってくれって、さっき、今広場行ったじゃん。なんで移動させたんだよ。いいじゃん、今、あそこにずっといれば。なんだこいつは、頭がイガグリみたいなやつ。すげえな、こいつ。なんか全員頭逆立ってんな。髪の毛なんかちょろんとしてるな。これな、なんなんだろうな。こんなところで何やってんだ、お前。お前頭にミミズついてんぞ。ベイスピリットの練習をしてたところだ。何ベイスピリットって。もう教えて。こいつとはなんか話し合うな。ベイスピリットっつうのはな、自分の気合をこうギュンとしてバッとする。あー、ダメだ、こいつ、アホの子だ。アホの子だった。何これ、住谷っていうのかな。住谷正宗っていうのかな。正宗、もうやろうぜ。お前とはなんかいい友達になれそうな気がする。レイユニコルノを使ってんだ。正宗は。名前は聞いたことある。これ持ってたっけな。俺は、キラーボルフ、スタミナか。スタミナなんだ、俺。ほっ。あー、少し遅かった。スピリット溜まれ。スピリットの溜まりが遅いぞ。え？え？何が起きた？何が起きたの、今。あいつ今、自滅しなかった？自滅しなかった？おい、ふざけんなよ。スピリット使わせろよ。お前、大会に出たことあるか？いや、ねえよ。今日やったばっかだもん。次のターンに、ベイコロシアムでローカル大会があるから、行ってみるといいんじゃねえか？あ、そうか、これ、ターン制つってたな、そういや。あ、おい、もうターン 5？ おい、ふざけんな。あいつらの説明だけでターン5も消費したぞ。ということでね、今回より、メタルファイト 3DS 実況をやっていくわけなんですけども、まあ、僕ね、まだまだ初心者で、ほんと全然わかんないんで、もうぜひともね、もう、師匠の皆様、ね、コメントとかで、僕に優しく教えてください。ということで、コーラでした。またね。親愛なる同志諸君、動画の視聴、誠に感謝する。未だ、チャンネル未登録の者は、左のシンボルアイコンより、チャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは、YouTube に存在し続けることを、ここに宣言する。